昨今、コミュ力が高いとか、コミュ力が低いとかいう言葉、口にする機会が増えたと思いますが、結構みんなこの言葉、抽象的になんとなくで使ってませんか？皆さんこんばんは。分析大好き、クリームの有田さんと飲んでる時によく出る一石投じるモードのフワちゃんです。さあ、ちょっとね、最近気になってるのが、このコミュ力って具体的にどういう能力なのかってことなんだけど、実際私、周りの方から、フワちゃんってコミュ力高いよねとか、フワちゃんみたいにコミュ力が高くなるにはどうしたらいいですかとか、すごいよく言ってもらえるのね。で、多分、世間の人もいろんな人と友達になって大御所と楽しく絡んでるフワちゃんっていうのは、相当コミュ力が高いんじゃないかって思ってくれてると思うんだけど、改めて冷静に考えると、私ってめちゃくちゃコミュ力低いのよ。もう、低いどころかもう結構底辺レベルなのね。みんな、よく考えてみて。その、私って明るいからその場は盛り上がってるように見えるだけでね、会話自体にフォーカスしてみたら、普通にギリギリ会話成立してないこと多くない？あのね、前も番組で、あの、俳優の市村正親さんと席が近かったからさ、休憩中にちょっとお話ししたんだけど、あの、普通だったら俳優さんっていうのはその番宣とかで来てるし、なんかその作品のこととかを聞いたりするじゃない。なんか例えば、今回の映画ってどこで撮影したんですかとか、撮影時間とか結構長かったんですかみたいな感じで。なんかその人が喋りやすいことを組んで質問するっていうのが、いわゆるコミュ力が高い人の質問の仕方だと思うのよ。で、こういう質問だったら、その一問一答で終わらずに、その質問をきっかけにいろんなエピソードも聞き出せたりとかして、お互い楽しく会話できるじゃない。その点私は、もう今思えば本当におかしいんだけど、マジで唐突に、ねえ、市村正親さんってさ、体柔らかい？って、なんか、めっちゃキモい話しかけ方して。もうさ、こんなキモいやつ適当にいなしてほっといていいのにさ、市村正親さんも優しいから、ああ、柔らかいよ、ほらって言って、足をバッて上げて、わざわざ私に見せてくれたのよ。もう、すごくない？もう、あんなに大御所の俳優さんがもうこんな神対応で、サービス精神満載で、足を上げて見せてくれて、もうそこにいた全員が、なんて優しい人なんだって感激してる中、私だけそれ見て、え、待って、え、かわいいそれ、シャムトローって、芸歴50年ぐらいある正親さんにもう一回同じポーズさせて、写真撮って勝手にツイッター上げて、こいつのどこがコミュ力高いんだよ。マジでさ、みんなわかった？もう私の絡み方はもうもはやコミュニケーションですらない。もう変な子供が突拍子もない質問して、こいつ何変なこと言ってんだって言って、みんなが笑うとか、そのペットの犬が勝手に部屋でおしっこしてやれやれって言って笑うとか、もうそれと同じ種類のなんか情けない現象で、私はみんなさんに絡んでもらってるだけなんです。もう皆さん目を覚ましてください。私のコミュ力はこんなもんです。でもさ、なんかね、そんな中で、昨日さ、なんか吉岡里帆ちゃんと、行列の収録が一緒にね、最後ちょっとお話ししたんだけど、あいつはすげえぜ。もうね、コミュ力の正解がね、ここにいました。私、一発で吉岡里帆好きになっちゃってさ、もう正直昨日、その行列の後、すぐ加納さんと遊びに行って、そこでも吉岡里帆の話をもうしたから、もうこの話するの2回目だし、もうその後ぐらい私は今吉岡里帆に夢中なんだけど、なんかね、いつも行列の収録後に、なんかあの、公式ツイッター用の告知動画みたいなのを撮るんだけど、今回は吉岡里帆ちゃんと一緒に撮ってもらったのね。その時に、なんか吉岡さんはフワちゃんと一緒にやってみたい、なんかやってみたいことはありますか？みたいな質問があったのよ。でも、なんかさ、もうぶっちゃけ吉岡里帆なるものがさ、フワちゃんと一緒にやってみたいことなんてあるわけねえじゃん。でもなんであんな売れてる女優さんと裸同然の YouTuber が何かを一緒にやらなきゃいけねえんだよって話だし。しかもね、この、そもそもこの質問自体割と急に振られた質問なのよ。でも、まあ、多分普通の俳優さんでももちろん何かしら答えてくれると思うけど、多分そんな急に言われたら特に思いつかなくて、まあ大体、なんだろうな、まあなんかシャボン玉とかやったりしても楽しそうですね、とか、なんか特にやりたくもないことをその場しのぎで適当に答えてその場を終わらせると思うのね。でも、あの、私でもそうしてると思うし、むしろそれがデフォなんだと思うんだけど、吉岡里帆ちゃんは、あのもう、フワちゃんと一緒になんかやりたいことあるって言ったらすぐに、ああ、私実は関西出身なんですよ。それで最近なんかユニバがいろいろにリニューアルしたって聞いたんで、フワちゃんと一緒に行ったらすごい楽しそうだから一緒に行きたいなって答えたのよ。この回答100点すぎませんか？ちょっと、あの、解説させてもらっていいですか？あの、まず、もう出だしの、私出身が関西なんですよ。で、もう、
え、吉岡里帆って関西人だったのってなるし、そういうなんかちょっと意外な情報を放り込んで、もうそれも楽しすぎるっていうのがまず一点。その後の、なんかユニバっていうチョイスも、え、吉岡さんってジェットコースター乗ったりできるんですかみたいな、なんかさらに会話も広がりやすくなるっていう完璧な回答。で、極めつけで、フワちゃんと一緒に行ったら楽しそうって一言添えられるサービス精神。これはもう紛れもないコミュ力心の匂いがプンプンします。すごいよね。なんかね、普通はその告知動画を撮り終わったら、お疲れ様でした、ありがとうございました、みたいな感じで挨拶して終わるんだけど、もう本当にちょっとなんか話して楽しかったし、なんなら私普通にもともと吉岡里帆好きだし、なんか、ちょっとその里帆ちゃんと喋ってみたいなって思ったのよ。だから、なんか終わった後に、私、リオちゃんとずっとあの、話してみたかったんだよね、って言ったら、まあ、もちろん社交辞令だろうけど、あ、私もなんですよ、みたいな感じで言ってくれて。しかも、なんかその TCB の CM すごい綺麗でしたね、みたいな、おいで情報までなんかくれてさ、なんかこっちは、そのもちろんリオちゃんにめちゃめちゃ興味あるわけだけど、向こうからしたらやっぱり、私、一共演者のうちの一人っていうか、それなのに、そんな情報が出てくるの、すごくない？やっぱ。なんで私は市村正親にそれをやってあげられなかったんだろう。芸歴50年もあるのに、あんなに高く足上げさせられて、上げ下手に斜面まで取られて。もうコミュ力うんぬんとかじゃなくて、普通にやってることやからだよ、マジで。ほんとごめんね、正親。でもさ、その、あとにその、吉岡里帆からコミュ力の心やみたいなのを学んだのよ。なんかね、その後ダイエットの話になって、まあなってというかさ、近頃の私はもうダイエットの話しかしないから、まあダイエットの話なら当然なんですけど、吉岡里帆ちゃんに、なんか、里帆ちゃんってダイエットしたことあるんですかみたいな感じで聞いたの。そしたら、しますよってめっちゃ気さくに言ってくれて、なんか、こっちとしてはもうそれだけで、え、吉岡里帆もダイエットするんだって、なんか、すごい励まされる気持ちにもなったんだけど、しかもそれに加えて吉岡里帆が、私なんか太りやすくて、筋トレとかピラティスとかなんか運動もするし、食事制限もしますよみたいな感じで、なんかすごい親近感のある情報みたいなのなんかじゃんじゃんくれて、もうその時に本当に私は、何この女、最高じゃんって、めっちゃテンション上がったんだよ。で、なんか、っていうのも、その女優さんとかモデルさんにね、なんかこの手の質問した時って、なんか隠してるわけとかじゃなくてね、職業柄本当に痩せてる、そういう体質の人が多いからなんだけど、結構その、あ、特にやってないですとか、あ、私めちゃくちゃ食べますよ、みたいな感じで答える人がやっぱ多いのね。ね、もちろん嘘ついてるわけじゃないっていうのもわかるし、全然本当なんだろうけど、その、やっぱこの人と共通でなんか盛り上がれる話題ないかなって思ってダイエットのこととか質問してるわけだから、その何もやってないですよって言われちゃうと、うわーなんか会話の取っかかりないなって思っちゃうのよ。でもなんか、これってなんかなかなか難しいというか、なんかなんなら私も今までこういうことやっちゃってて、なんか例えばその大学生の頃に、なんかバイトの先輩からさ、今ってなんか若い人の間で何が流行ってんの？とか聞かれた時に、その別に大学生って言ってもさ、その流行の最先端にいるわけじゃないし、そんなに知らないっていうのはまあ割と自然なことで、それ自体は嘘じゃなかったんだけど、私その時に、いやもう普通に最近流行りとかわかんないんですよねって答えちゃってて、なんか、ただ今思うと、もうそこは嘘ついてでも、なんか今こんな変なピースが流行ってるって聞いたことありますよ。先輩の時代ってなんか変なポーズとかあったんですかみたいな。なんか、そういうことだけでも言えたなって思って。なんか、そういうとこってさ、正直になる必要そんなになくて、なんか先輩からしたらなんかただの会話の取っかかりで聞いてただけだと思うから、なんかだからそこでこの人が会話をしたがってるっていう意図を組んで、嘘でも何でもいいから、なんか、何かしらの広がりのあることを答えられるっていうのがサービス精神であって、コミュ力が高い人って言われる人にできることだったんだろうなって思ったのよ。だから、その吉岡里帆の回答は、もう本当でも合わせてくれたとしても最悪どっちでもいいのよ。もう、本当に気さくにいろいろ教えてくれたっていうパターンだったらなんかいる、もちろんそっちはそっちで嬉しいし、やってるっていうスタンスに乗っかって答えてくれたっていうことでも嬉しいし、なんかどっちにしてもすごくて、相手がその後何を喋りたくて、どういう風に会話を展開したいかっていうのをさらっと組める、やっぱ吉岡里帆みたいな人こそが本当にコミュ力の高い人なんだなっていうのをもう学びました。なんかさ、コミュ力って言うと、その、私とかさ、あとジェシーとかがよく名前挙げられるけどさ、もうね、ジェシーなんて全然コミュ力高くねえからな、マジで。本当に。なんかね、結構若い子とかにありがちなんだけど、テンションが高かったらコミュ力高いって言われるようなところあるでしょ。だからもうみんなね、今回を機にその二つの違いを覚えましょう。私とジェシーは基本的に一人で大騒ぎしてるだけで、コミュ力は全く高くありません。
もうね、確かにね、でもジェシーは、なんか友達もね、多いしね、その、結構いろんな先輩とかと連絡先も交換したりしてるのよ。なんか、交友関係はすごい広いし、その、私ももちろんそのジェシーと LINE で友達で、なんか結構、共演前とかも頻繁に連絡もくれるわけ。なんか共演のたんびに、なんか、今日お願いしますとか、今日ありがとうございましたみたいな、すごいわざわざ丁寧に連絡くれて、だから本当に、球数は多いのよ、そのコミュニケーションにおいての。逆に言うと、もうこいつ球数多いだけなのよ、ジェシーは。もう本当に、ちょいちょい連絡自体はくれるんだけど、もうジェシーの LINE って、毎回定型文なのよ。なんかね、本当に、もうマジで本当なんだけど、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。とか、お誕生日おめでとうございます。とか、本当にそれだけを送ってくんのね。プラスの一言とか一切なし。お誕生日おめでとうございます。だけ送ってくんのよ。で、こっちもこっちで別にコミュ力ないから、もう会話が続いたことってなんか一度もないんだけど、そのなんかね、一回だけそのジェシーが、なんか有吉ゼミのリフォーム企画で、なんかサッシーの家にドライヤー置きみたいなの作ったことがあったみたいで、なんかそれね、わざわざ私に、なんか指原さんにドライヤー置き作ったんですけど、その後大丈夫だったかっていうの聞いてもらってもいいですかみたいな、LINE が来て、なんか初めてジェシーから定型文以外の連絡が来たから、私も、ああ、なんか大丈夫かなって思って、だからなんかその私もサッシーにこんなん言ってたよみたいな感じで連絡して、でサッシーも結構豆だから、なんかわざわざその写真付きでね、あ、使ってますよみたいな感じで送ってきてくれたから、私もまたそれジェシーに送って、こう使ってるってって送って、まあ、それだけじゃ味気ないから、てかあれだね、木だけじゃなくてこんななんかツルツルした素材とかで作ったりもできるんだね、みたいな感じで、それも一言添えて送ったのよ。なんか、ジェシーもさ、わざわざそんな送ってくるぐらいだから、なんか不安なこととかあったのかなって思って、なんか若干こっちも心配しながら返事待ってたんだけど、そしたらなんか返事来てさ、開いたら、あ、よかったですわらって書いてあって、え？なんなんこいつ、マジ、私も、サッシーも、なんか言われるんじゃないか、すごいドキドキしながら待ってたのに、二人ともめちゃめちゃ透かされて、こいつのどこがコミュ力だけんだよ、マジでちょっとあれだね。もうそのジェシー、ちょっと一回、あれだね、トークインズだね。マジで。ちょっと若月指原の最強リズム軍団も招集しておくので、もうジェシーの考えるコミュ力とはなんぞやについて、もうじっくりお話聞かせて願いたいと思います。逃がさねえからな、ジェシーというわけで今週も始まるよ、フワちゃんのオールナイトニッポンクルスゼロコミュ力どころかタイトルコールもできない女が失礼します、もう一回やらせて、フワちゃんのオールナイトニッポンゼロさあ、やり直しの聞くラジオことフワちゃんのオールナイトニッポンゼロへようこそ。いやでもね、ほんとコミュ力ってね語ってきましたが、まあ、ジェシーもこの後ね、朝起きてツイッターかなんか見て、あ、俺の話してるって、まあ、聞いて、どうせあれでしょ、その、ラジオ聞きました。あざす、わら、みたいな感じで送ってくるわけでしょ。で、私も私で気使って、ごめんね、なんか吉岡里帆の話のオチみたいにしちゃって、まあ、でもうちらのラジオ、その作家も同じトゥルーマンだし、なんか同じオールナイトニッポンラインでなんかコラボとかできたら面白いね、とか、一個お土産付きで返したとしても、どうせジェシーからは、ぜひ、わら、だけしか返ってこないと思います。ジェシー、聞いてるかわかんないけど、こんなやりとりならマジで意味ないので、聞いてても LINE してこなくて大丈夫でーす。いやー、でもね、その点ね、愛子さんの LINE ってね、やっぱすごいわ。もうちょっとね、先週ゲリラでちょっとフワちゃんのオールナイトニッポンゼロ愛子さん来ていただきましたけど、そこで LINE を交換してね、なんかその後に、なんかたまたま愛子さんがその、この間のロンハーのスポーツテストを見ててくれてたみたいで、今リアタイしてるよーみたいな感じで LINE してきてくれたのよ。あんなに忙しいのにもうテレビもラジオもリアタイしててすごいな、あの人って思いつつも、なんかそんなの送ってきてくれたのめっちゃ嬉しくて、なんかこうこうで運動とか久しぶりですよねみたいな流れから、なんか、あ、そういえば学生の頃愛子さんのなんか歌の最後のあーって伸ばすところの肺活量が半端なくて、この人絶対運動神経いいわーとか、なんか勝手なこと言ってたの思い出しましたわーみたいな、なんかそんなたわいもないこと送ったのよ。そしたら愛子さんから、そうそう、その歌の最後のロングトーンのとこ、なんか息が足りなくて体中の毛穴が開いて、実はちょっとだけおしっこ漏らしたことあります、フワちゃんと一緒やんって、ワンエピソード乗っかって帰ってきました。すごくない？もうさ、こんな
なんかこの少ない取っかかりでスッと出せる小ネタの量とかも半端ないし、しかもその私のおもらしキャラっていうのとも絡めてくれてるし、もうそれこの人人気者だわってもう思って、もうそれはねもう絡むたび好きになっちゃいますわって思ったんだけど、あのまあでもその圧倒的コミュ力に隠されてるだけでもよく考えたらこの人おしっこ漏らしてますよあの愛子さんおしっこ漏らしてます。私がこんなこと言うのもあれなんですけども、ほんと全然あの笑い話とかじゃなくておしっこ漏らすのマジでやめた方がいいと思います。愛子さん絶対気をつけてください。おしっこ漏らしたら全部終わるんで、ちょっとみんなもね、やっぱそのコミュ力うんぬんとかよりももうまずはおしっこ漏らさないように腹直筋を鍛えるようにしましょう。さあということで改めましてこんばんは、ふわちゃんです。クリーピーナッツのお二人お疲れ様でした。ここからのお時間はふわちゃんのオールナイトニッポンゼロをこの後4時半までお送りしていきたいと思います。いやでもね、前回は愛子さんが登場してラジオに、これまでねこのラジオ、スタッフ全員は奪われや、オープニングに邪魔が入るファン、ファンがスタジオで普通に見学してるなど、幾度の、困難により初回放送をループしていたんですけども、愛子さんの力により5回分の充実感をお届けすることに見事成功。ようやく着地点を見失ってたこのノリを終わらすことができます。今夜が正式な6回目の放送でーす。いやでも、ね、本当に何度説明しても初回のスタッフ全奪われはマジで意味不明です。菅田将暉聞いてますか？あんた何なの本当に。元気してる？本当に。もう、小松のとこのラジオ聞いてますか？もう、あれ大変だって、本当に。あんたのせいでね、本当に謎、意味不明な下りが5回も行われたんだからね。マジで、愛子が来なければ今頃もどうせ、また何々間違えてから初回、ジェシーに悪口言っちゃってから初回、とか言ってた、本当にね、やってたところなんだからね、マジで。いつでも謝りに来ていいからね。菅田将暉乱入待ってます。さあということでこの番組は生放送ですので、リスナーの皆さんもメールで参加してください。感想やリアクションメールもお待ちしております。受付メールアドレスはふわアットマークオールナイトニッポンドットコム、ふわアットマークオールナイトニッポンドットコムです。番組ではツイッターハッシュタグもあります。ハッシュタグふわちゃん NNNNN 最悪、なんでドーパミン飲んだのにうまくいかないのもう一回言います、ハッシュタグフワちゃん ANN0 でたくさんつぶやいてください。というわけで歌って、あの口が回らなかった方も歌って忘れましょう。一曲目はスージークワトロで The Wild One。グダグダ言ってますが歌いましょう。I'm a red apple, like a jaded nest. I'm a self-made running man, and I'm a wild one. Yes, I'm the wild one. I'm such the brown, don't get away with it. I'm all this time, you can't let me down. I'm the wild one. Yes, I'm the wild one. Well, it ain't no use.ラジオネーム、ひらがなで星痛い、スノボ行きたい、星見に行こうって散々言ってるくせに全員に振られてる時点でコミュ力高くないって気づいてたな。一緒にスノボ行ってあげようか。うるうるうるせー、なんなんだよこいつ、こんくそ、こんな自分で分析して初めて気づいた、これだけだ、なんなのよあんた、本当にさ気づいてたの恥ずかしいじゃん、私がこうやって客観的な目線から俯瞰的な目線から見てこうやって自分のコミュ力がうんうん言ってるじゃん。最悪、どうしよう、もうジェシー誘うしかないじゃん。ジェシーコミュ力ないからそこからだから絶対来てくれると思うでも2人ともコミュ力ないから話すことないなどうしよう、2人でいる人乗っても何話したらいいか分かんないジェシーだから、やっぱ誘うのやめとこう。続いてラジオネームアンコーナベ、いきなりタイトルコールやり直してもさ、
急には音出せないわけよ。だからそういう時はスタッフの方を見て、もう一回やってもいい？いける？いくよ？って言ってからやるのが普通。お前マジコミ力ねえな。うるせえ。なんなんだよお前らは。本当に自分で言っていいから、あんたたちは言うのダメ。わかった、絶対ごめんね。言ってってダメ。もうなんでいつの間に曲終わってんの。いつの間に歌えたかったのに。いつの間に。そういえば星野源さんと初めてカナダと来てかも、なんかあれだったらずっと空回りしてる。なんか本当にあれだったわ、 あんまうまく喋れなかったわ。あー、私今日星野源がうまく喋れたなんて見て、ガッキーがサポートしてくれてた。ガッキー優しい、コミュ力最高。どんなラジオネームだね。じっとしてろ。ジェシーはお前が会話できねえやつなの知ってるだけ。他の人にはちゃんとやってるよ。最低限のやりとりで、デスマスジェシー、さすがだよ。ねえ、何？あ、だ、そうなの？ジェシー他の人にはちゃんと会話してんの？何？私にだけ定型文送ってきてたわけ？やめてよ。私、ジェシーより佐藤健ボットの方が会話続くんだけど。佐藤健ボットマジでコミュ力高いからね。本当に。やめてよ、ジェシーも私と会話しようよ。んだよ。さあ、続いて、ラジオネーム、サイダーオープナー。ほとんど喋らないけど、たまに喋ったら、パオとか変なこと言う春日は、芸能界コミュ力最低編ってことで、オッケー？春日春日はいいの？春日はまだこの間生まれたばかりみたいな扱い。春日、この間人間の心持ってさ、まだ人間界に慣れてないから春日はいいの。ほんと、優しくしてあげて、春日には。なんかさ、最近春日に本当に私あれだ、なんか、かわいそうな人に接するみたいな感じで。春日さ、本当は喋んないから、結構その、エアロビとかで、なんか私がなんか、技できたみたいな時も、別になんかパオとか横でずっと言ってるだけだよね。そしたらコーチが、パウロが、フワちゃん今せっかく技できたのになんでお前褒めないみたいな。なんか、よかったとかそのぐらい言えるだろうみたいな感じで言って、それでもカスがなんか、グーとかしか言わないの。でも、それで怒られてるから、もう私もなんか、かわいそうになっちゃって。大丈夫、いいのいいの、春日はなんかこういうの言わなくても心の中で思ってるから全然、いいのいいの、春日は、このままにしといてあげて、ってなんか、本当に、かわいそうな人にさ、フォローしてあげるお母さんみたいな。かわいそう、ポニョと一緒。春日はポニョと一緒です。まだ生まれたばっかり、魚の子。かわいい。続いて、ラジオネーム、ロックオン。コミュ力は分からんけど、コミュ力は分からんけど、年中無休でスポブラつけてるイカレは、体柔らかいって聞きそうだけどね。いいんじゃない？そのままで。え、なにこいつバカにしてんの？あんた私コミュ力ないだけで察することはできるよ。あんたこれさてはバカにしてるね。なんなのよ、いいんじゃない？そのままでって。許せない。許せないです。なんで私も体柔らかいって聞いちゃったんだろう、市村正親に。わざわざ市村正親に。なんか、オラキオとかに聞くんだったらまだしも。なんで市村正親に聞いたんだろう。ほんで、市村正親も体柔らかいんかい。なんでやねん。あれ多分、そこにいたやつ全員なんでやねんって思ってると思うよ。体柔らかい、なんでやねん。柔らかいよ、ほら、なんでやねん。変な空間。続いて、ラジオネーム、無口の大根。え、ちょっとフワちゃんのインスタフォロー外して、吉岡亮のインスタフォローしてくるわ。え、待って、全然両立できるから。なんでよ、私のこと外さなくてよくない？私なんか失態やらかしたわけでもないんだけど、ちょっと待ってよ、何あんたコミュ力高い人しかフォローしない縛りみたいなのあんの、もしかして。やめてよ、フワちゃんのやつ外さなくていいから両立してください、フワちゃんと吉岡亮。ダブル、推しが推しと絡んでるのやつできるから大丈夫です。なので、
じゃあね、もうホールケーキ、ちょっと待って、私、飴食べてんじゃん。信じらんない。なんか喋りにくいと思って飴食べてるわ。でも出さない。でもね、出さない。はい、このまま続けます。この飴美味しいんで、蜂蜜の中に塩が入ってる。蜂蜜 100% のキャンディー、プラス塩って書いてある。美味しい。蜂蜜と岩塩だけで作ったんだよ。どれもエッチューで本当にコミュ力ない人はさ、みんなが聞きたい話とかよりもさ、自分が話したいこと話すよね。マジでこれ本当に。こういうのが、だから、一部なんだよ。この特徴の一部。自分が、だって私が飴食べてることなんて知らないのにさ、こんな話して本当に。マジでね。もうないよ。ジェシーのこととやかく言えないよ、もう。定型文喋んなかっただけマシ。さあ続いて、ラジオネームホールケーキ紳士。どんな名前やねん。一辺倒。変なラジオネームに。見てやれ、どんな名前やねん。これしか言わない。コミュ力な。恥ずかしい。はい、読みます。吉岡里帆さんですが、家族に乾杯に出たとき、ロケ先の学校に取材許可を自分で取りに行き、OK が出ると体育館で生徒たちに、みんなで何かできたらいいなと思ってるんだけど、と提案。そして、生徒たちと、手つなぎ鬼という聞いただけじゃ何がおもろいかわからん遊びを一緒にしたそうです。あの人は、マジモンです。さすがやなぁ。すごくない？みんなで何かできたらいいなと思ってるんだけど、こんなディレクターが言えよ。なんで吉岡里帆が自分で手、すごいよ、この人は、本当に。マジで。やっぱ、佐藤しおりタイプだね。佐藤しおと同じ。佐藤しお、吉里帆。同じ。私、佐藤しおと吉里帆と仲良くなれたらもっと優しくなれる気がする。若月千夏と指原里乃とばっか言いすぎて本当に感性がバクってきた。マジで。一日5悪口言わなきゃやっていけない体になってしまいました。いや、本当に。吉里帆ちょっと呼ぼう。オールナイト日本ゼロ。来てくれるかな吉里帆。事務所が、3時でしょ3時だよね。3時の吉里帆か。いい子だから寝てるだろうな。吉里帆。やっぱ、あれ、いい、吉里帆、そうだな。ちょっとあれ、に、やっぱ3時って言ったら、さすがにちょっと寝てるから、ラジオ22時ですって嘘ついて。で、撮ってもらって、しかもそれメールで言うと、証拠残るから、電話でアポ取って22時ですって言って。で、マネージャーに当日、3時ですけどって言って、えみたいな。言いましたね。いや、3時って言いましたね。なすりつけよ。吉岡里帆のマネージャーになすりつけよ。よっしゃ、これで決まりだ、この作戦だ。やっぱね、世の中正当法じゃうまくいかないですから、嘘も方便って言いますからね。さあ、続いてラジオネーム。カンプなきまで。じゃあさ、吉岡里帆と巻いてた唐揚げなんとかのやつ合わせて喋らせようぜ。やめてあげてよ。唐揚げ研究家と吉岡里帆ブッキングしないで。さすがに止めるって。やっぱ唐揚げ、どっちが勝つんだろうな。でも吉岡里帆、いくら優しい吉岡里帆といえさ、唐揚げ、わけわかんねえ。どこぞの馬の骨かわからん唐揚げ研究家に LINE 教えないと思うんだよね。いや、だって優しさとガードの緩さってまた別だから。多分、なんて言ってことあるんだろう、吉岡里帆だったら。私はもう本当に思いつかなかったんで、嫌ですって言っちゃったけど、ほんで0点の回答しましたけど、フワちゃんのコミュ力じゃそんなもんしか思いつけませんよ。吉岡里帆だったらなんて言って断るんだろうなっていうのは、気になるなぁ。どうすんだろう、吉岡里帆って。いや、まさか教えないと思う。さすがに、そこまで土地狂ってはないと思う。だって唐揚げ研究家だぜ。さすがに教えないよ。でも、教えてくれ。ああ、ぜひぜひって言って、どうすんの？思いつかないんだけど。ぜひぜひって言って、無理やり電源とか落として、あれ？電源切れた？あれ？電源切れた？あれ？いや、こんなあざといことしないが、正当でやっぱ吉岡里帆はいいやつだから、ごめんなさい。ちょっとやっぱ、初めて今日もお会いしてるし、ちょっと LINE 制限が決まってるんで、みたいな。ちゃんと、言うよ、あいつは。そんな電源落としたから、小賢しい、そう。あ、もう最悪だな。私って。私って、悪知恵にまみれて生きてきたツケがここで出てきてしまいました。ほんとやっぱ心のさ、清らかな人と話すとさ、自分のクソさに、なんか、嫌になる。私って嫌になる。
みんななんかフワちゃんって本当にさ、あのさ、まあ、このラジオ聞いてる人は思わないかもしれないけど、結構その、あの、今日なんかツイッターとかでさ、なんかほんと何にも知らない人がさ、今日夢にフワちゃん出てきたんだけど、あの、すごい優しく握手してくれた、夢の中だけで嬉しかったとか言ってるの見るとなんか悲しくなる。本当に私あったら、果たして握手するんだろうか。聞こえなかったふりして立ち去るんじゃないんだろうかとか思ってめちゃめちゃ悲しくなりますが、まあ、そんなことをうかうか言ってられるのも深夜ラジオのみんなだからであります。本当言わないのにフワちゃんが実際街中であったら、あの、仕方する日もあるかもしれないというタイプなこと。言わないこれ深夜3時の聞いてるみんなだから言ってるだけだからね。ほんと機嫌による、あと喋って聞き方による、そのフワちゃんってでっかい声で言うタイプ、ほんと私やだそしたらやだかもって言っちゃうかもしれないけど、そんなこともみんな言わないで、深夜3時のみんなだから秘密で教えてあげたからね。さあ早口でとやかく喋ってまいりましたが、コーナーに参りましょう。フワちゃんのフィードバック、フィードバックエミました。このコーナーはリスナーが見たフワちゃんのメディアでの言動に関しての疑問やダメ出し、質問など、いわゆるフィードバックを送ってきてもらい、それに関してフワちゃんの方からなぜそんな言動に至ってしまったのかをリスナーに改めてフィードバックしてお返しします。こちらのコーナー、フワちゃんがいらんことを言ったとき場合、時の場合だけ、ラプキンとなっております。SNS での書き起こし等はお控えくださーい。絶対言わないでね、秘密だよ。今の話も言わないでよね。とにかく、リポキンマークが出たら言わないでくださーい。さあ、それではラジオネーム、隣の席は青木。ロンハーの運動会のギリギリチキンレースで、井上咲楽さんが高めを食べると言って、他の共演者が、キャー気持ち悪いなどとリアクションしてる中、フワちゃんだけめちゃめちゃよそ見して、スマホ見ながら興味ない話聞く感じで、適当に、なんでだよーと、棒読みのリアクションをしてらっしゃいましたね。大して受けてなくても、何度も虫を食べるの一本やりで、何としてでも目立とうとする、けなげな姿から、僕は素晴らしいプロフェッショナルを感じたんですが、フワちゃんは、変な目立ち方をしようとする、扱いづらい不思議ちゃんは、鶏肉に出てるバカ同様、嫌いということでよろしいのでしょうか。ちょっと、本当に、つら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 と長文で言ってきちゃってさ、本当にこれもう皆さん、早速レポキンです。鶏肉ってしっかり出ちゃってる時点でもう本当にレポギンですので、みんなちょっと解説しますんで言わないでくださいね。いや本当にこれはもうね、弁解のしようもないぐらいよそ見してました。自分の中でもはっきり記憶にあります。あ、写真もついてます。あー、これはよそ見してますね。だってもう一人だけ真逆の方向向いてるじゃん。これマーゴーくんがツイッターに載せてくれると思いますので、皆さんツイッターの写真を見ながら楽しんでください。これはもうガンガンによそ見してるね。でもさ、本当になんかさ、正直な話さ、別に私も高め食べたことあるし、なんかそのなんていうの、別にそこ私なんか私だけかもしれないけど、なんかその虫を食べるっていうことってなんかそこまでなんかさ変なことに思わないのね。なんていうんだろう、なんかその別に高めさそんなまずくなかったのよ私。あと私クモも食べたこと、なんかタイとか行った時にさクモも食べたんだけど、そのでっかいクモよ、なんかその、あの本当にみんなが思ってるよりでかい毛ついてるクモよ。でもそれでさえもう別にそんなまずかなかったんだよ、エビみたいで。だからどっち、私がおかしいかみんながおかしいか決めよう。はっきり虫食べるってそんなにおかしくなくないですか。どう、わかった、じゃあプラスで私は YouTuber です。 YouTuber 虫食べます。なのであのいや本当に私はタイで虫食べたプラス YouTuber なので、虫食べるっていう行為にそこまでなんかあの新しさとかだったりとか、あの変さを感じないから、なんか本当に虫食べますって言ってんのを本当に私はグミ食べますのと同じぐらいな感じに感じたので、ね、だからあのわざわざ見るまでもなかったというか、まあ見るまでもなかったからって、やばいレポキンレポキン、ちょっとあのなんて言うんだろう、なんかしかもなんかちょっとさ、本当に私ごときがねバラエティのこと語るなんておこがましいですよ。こういうのって本当に基本の基本、やっぱ今令和の時代にこんなお笑いの基本みたいな語って本当恥ずかしいことではありますが、やっぱお前虫食わせるぞ、やだーやめてーって言って食べてるのがだったらなんかまだ成立してるんだけど、私も普段虫食べるんですよって言って虫パワーで頑張りますって言って食べることって、なんか別によし頑張れーとしか思わないんだけど、どうですか、どうなんでしょうか。私、だから、よそ見してるのかもしれない。でもみんなはもしかしたら、そういう風に思ってないからみんな見てて、私だけよそ見してるのかもしれないし、それかみんなも持ち前のタレント能力で別に興味ないけど見てたのかもしれないし、本当にだからもう私の中ではもう正直ミンティア食べてるのと同じなんだよね。だから別に私もその緊張したらミンティア食べるし、あの、そういう、なんか、一根豆乳みたいな、なんだっけ、一根豆乳
一根注入みたいなさ、もう、あの、最悪、ここで鶏肉みたいなバカな間違いしたくなかった。一根注入ってあるでしょ、なんか、一魂入魂、一根入魂え、一魂入魂って書いてどうやって読むんだっけ、一級入魂もう最悪だよ。ああ、つらつら言ってましたが、私が鶏肉でした。まあ、そんなこんなで、ちょっとあの、興味がないことに関してもね、興味をあるふりをするっていうのは、ちょっとやっぱ、なんか仕事の一部だからね、ちょっと、私はちょっとこれ仕事放棄してました。よくないです。本当にもう、ちょっとこれは、ロンハーの給料ね。例えば、あの、給料いくらだったか、少しでも1割減ぐらいしていいっていうぐらい、私はよそ見してたと思います。反省します。さあ、続いて、ラジオネーム、センターからグワッショどんなあーやめと。またどんなラジオネームやねって。また一本やりでさ、ほんとに井上桜が虫を食べると同じ頻度で。同じ頻度で私も言ってます。どんなラジオネームやねん。向こう高め食べてこっちどんなラジオネームやねん。最悪。最悪な二人。こんな二人が売れてる芸能界終わり。さあ、続いて、センターからグワッショ。ロンハースポーツテストで安定のパオを連発していたと思いますが、字幕くっつけて見ていたら字幕がバオになっていました。もしかして、ロンハーではわざとバオって言ってましたか？これも写真ついてる。バオかっこ拍手。最悪！なんでバオになってんの？え？なんで私ちゃんと、やっぱパオがまだちょっと浸透してなかったのか。ちょっと春日も不安もまだまだだな。待ってよ、だって。パオって言ってた。まあでもちょっともしかしたら、あの、これ50メートル走った後だったからテンション上がって、バオパオ、これも違う違う、パオだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、どっちか聞き分けていくよ。いきます。バオみんなどうですか、どっちって言ってた私。バオえ、バオ本当本当私、バオって言ってた全員バオって言ってたって。嘘でしょ、ちょっとパオを広めていかなきゃいけない立場でありながら、私がバオって言ってたの。なんでバオって言ってんだって。パオを鼻にかけて言う、パオ今は今はどうですか、パオパオだよね。このぐらいはっきり言わなかったらダメだったんだね。ちょっと待って、これどっちでしょうか、クイズするか。じゃあ、私がパオって言ったかバオって言ったか、どっちでしょうか、当ててね。じゃあ行きます。パオバオの人、パオの人、正解はパオでした。むずい。むずすぎる。これ林修でも解けないんじゃん。バオになってたんだ。いやでもね、さすがやっぱあれでしたね。あの、私のファンのあいつだけ正解してましたね。小太郎。小太郎はね、正解してました。いつでも何でもフワちゃんの味方です。いやー、ショックだな、バオになってたの。あ、続いて、ラジオネーム、ハイプレイ。やばい、私、プーをブーって呼んでる。はい。数年前のアメトークのギスギスしてるけど、キングコング同期芸人を見ていると、観覧のお客さんの中に、とてもフワちゃんに似ている方を見つけました。なぜ見に行こうと思ったのですか？あー、これも写真ついてます。もう何、みんなさ、フィードバック慣れすぎて写真と共に送ってくるようだったね。あー、もうこれ、あの、写真ついてますけど、これもう紛れもなくフワちゃんです。ちょっとじゃあ、これは本当にもう、あの、一部し、なんていうの、このことのあれを話しますけど、この言葉なんていうの、概要的なこと、ことなん、あ、天末、ことの天末を話しますけど、あの、これあのね、普通に私この時、マジ、めちゃめちゃ痛かったのよ、私。あの、今でも痛いやろとか言い出しのメール全部弾いてね、これから。今後来ると思うけど、あの、今でも十分痛いだろう、弾いてください。この時ね、本当私痛くて、なんで痛かったかっていうと、私この時ね、あの、養成所入って、芸人やって、で、あの、卒業して、芸歴普通に2年目ぐらいの時なのよ。私、お笑い芸人としてデビューしてる芸歴2年目のやつが普通にミーハー心でアメトーク見に行ってる。やばくない？やばい！やばいよね！で、なんかさ、これさ、何？アメトークって、その、帽子かぶれるんだけど、観覧のお客さんが。それを、あの、帽子かぶりたい人って最初に前説の人か誰かに言われて、はーいって手を挙げた人だけかぶれるのよ。で、私、芸歴2年目のくせに、はーいって手を挙げて帽子かぶ、もらってかぶってたのよ。
で、この写真なんで被ってないかっていうと、この隣にいるやつが私の友達、八王子の幼馴染のあやめっちっていう友達なんだけど、あやめっちが、てか、ふわバッグ被ってて、それはうちもそろそろ被らせてって、なんか、中盤ぐらいで言い始めたから、これ、あやめっちに貸してあげてる状態で、本当は私が帽子をゲットしてたのね。だから、もう本当にめちゃめちゃ痛いから、あんまこの話もしたくないし、なんならこれ前説にさ、渡辺の芸人が来てて、普通に先輩が、私のこと見つけて、これ終わった次の日に、お前さ、アメトークの観覧来てたろ。ああいうのマジに嫌いからやめた方がいいよって、私怒られてるからね。本当に。なので、ちょっとこれマジで、今となっては痛かったんだよって言えるけど、今、こうやって喋りながらもちょっと頬が赤くなっちゃうぐらい本当に恥ずかしい話なので、アメトークの観覧来たってこと言いたくなかったし、今まで私それ、まあ自分でも何とか話したことあるんだけど、この話。あえて、荒い画像のやつ使ったりしてたのよ。なのに、こいつ送ってきたやつ、自分の録画履歴から来てるから、めちゃめちゃ鮮明な画像で、しかもフワちゃんがこれ腕組んで見てんの、送ってきてる。最悪。なんで、芸歴2年目のやつがアメトーク見に行って腕組んで見てんの信じらんない。もうこんなのフィードバックしたくないです。ほんとにフィードバック中断。恥ずかしかった。マジで、でもこれちょっと、恥ずかしいね。一回私、カジさんとさ、収録一緒になった時に、実はアメトーク見に行ってたんですよって話した時は、めちゃめちゃ普通に別に、そんな反応良くなかったから、カジさんも、うわ、行ったこいつって。引いちゃったんだと思う。なんか、そうだったんだっていう驚きよりも、行ったこいつの方が勝ってる顔してた、あれ。恥ずかしい。さあ、続いて、ラジオネーム、宇宙の仕事。このコーナーが始まったことに、で、リスナーの監視がきつくなり、フワちゃんの言動に対する指摘のメールの鋭さも増していきました。しかし、あなたのリアクションは、ねえの一本やり。リスナーが責める。それに対して、あなたがいろいろ釈明をしつつ言い返す。これが理想の形です。あなたに言うことは一つです。プロやりましょうよ。こいつリスナーのあなたに出してねえのいっぱいある。私ね以外に言ったことあっただろ。今までさっきのアメトーク言われた時のアシメールなんて返してた。ねえ、なんでこんなの見つけてくんって言ってる。最悪ねえって。ああ、最悪こいつが正論じゃ、こいつが正論じゃ。負けました。お前が正論、お前が正論、最悪です。本当にあんたが言ってることが正しい。これが理想の形。私はね、これ、いや違うんですよ。これ、こうなんですよって。いや違うんですよ。始まりとかもあってもよかった。確かに。確かに。私はもうねえか。どんなレジオネームやねんか。ねえからしか入ってない。もう本当に最悪です。しかも多分、ねえって言った後も、なんでそんなこと言われてねえかしか言ってない。もうずーっと一緒。同じ。定型文。一本やり女。私とジェシーは定型文しか言いません。本当に最悪ですね。あんたのフィードバックは正しい。精進してまいりたいと思います。本当に。ちょっと練習しよう、これから。フィードバック練習会。ちょっともう次の時はね、もう次のメールから以降はもうねえじゃなくて、それ以外のボキャブラリーに返すようにします。これ振りじゃないから、しっかりやりますね。さあ、続いて。ラジオネーム、ビーフチキニン。先週の放送で台本をなくした時の攻略法を編み出したとおっしゃっていたので、お伝えしておきます。クロスからゼロに変わってからの先週までの5回の放送でフワちゃんは台本を4回なくしました。特に4月4日の初回では2回なくしてしまいました。映像がないので台本をなくしたことを言わなければ隠すことも可能ですが、間が怖くて何か喋っていないと落ち着かないフワちゃんは台本をなくしたことを報告してしまいます。フワちゃんのラジオは面白いです。自信を持ってください。台本をなくしても落ち着いて対応してみてください。多少間が空いても問題ないと思います。フワちゃんに足りないのは余裕と落ち着きです。あとすぐに口に出す癖を直してみましょう。また正論野郎が来た。なんで、ねえ、なんなの、ねえ、ほらほら、またこうなってる、またこうなってる、自分でもびっくりします。またこうなってる。ねえ、みんなこれ聞いて。間が怖いの、間が空くのが怖いの。おじゃ
学を止めるのはなぜなら間が怖いからです。あんたの言ってることは正論、ビーフシティも宇宙の仕事もよく気づきました。あんたたちはフワちゃんプロフェッショナルです。本当にそうなんです。台本がない、だって台本がない。じゃあ台本がないんだったら、じゃあ何をすればいいわけ。なんかマリオントワネットみたいなことになっちゃった。恥ずかしい。台本がないなら何をすればいいわけ。だって今手元に台本がないってことは、じゃあ言う言葉思いつかないわけよ、私には。そうすると、台本がない。自分、本当の人だったら、台本がないけど、次はコーナーだろうなって思ってなんか言ったりするだとか、まあ、何喋りながら探す、喋りながら。ねえ、こんなの言って、この間もこんなやりましたけど、パー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 みたいな感じで台本する。そんなこと私にできるわけない。考えてみ、ドーパミンを日頃から飲んでるような人間、2個のこと1回にできるわけないでしょ。2個のこと1回っていうか、なんていうの、その2つのことを同時にできるわけがないでしょ。本当に私も今車で事故った動画がなんかをなんやかんやで炎上したり話題になったりしてますが、あんなね、レンタカーを右側で運転して右側を擦るようなやつにね、こんな台本を探すなんてことできるわけないんです。わかりますか皆さん。しょうがないことはしょうがない。だから、まあ、でもね、ただの、その2個さ、やるっていうのは無理だけど、余裕と落ち着きが足りないっていうのは確かにこれは言ってること本当に言わんとして言わずでございます。言わんとして言わず何それっぽい言葉は言わして。だから余裕と落ち着きです。その台本がなかったとしても、焦りながらってなるとしても探せないかもしれないけど、まあ別に見つかったら戻ればいいかぐらいの気持ちで喋るっていうのは確かにちょっといいかもしれないですね。ちょっとそれで、本当に、それはやりたいと思いますけど。ちょっと水飲むわ。喉痛くなっちゃった。なんで水飲むときの間は怖くないのに、台本探す間は怖いの？でも今私、本当に今、怖くなかった。ちょっとヒントになるかもしれない。今の、水飲む間は怖くなかった。で、しかも、飴食べる間も怖くない。怖くない。ちょっとフワちゃんでは回答に導き出せませんでしたので、水飲むのは怖くない、飴食べるのも怖くない、そんなフワちゃんがなんで台本を探すのときは怖いのか、それを皆さんに、解き明かしてもらいたいと思います。最悪、放り投げた。今のはひどい。放り投げるにも放り、何にもこんなの答え出なくてもいいです。さすがに今のは放り投げすぎました。もう本当に答え出なくてもいいし、そろそろ時間も参りましたので、コーナーをもう締めたいと思います。というわけで本当に飴食べてる時の間怖くないな。なんでなんだろう、不思議だな。でもちょっと私ってば理屈っぽいから、こういうシステムっていうの見つけたら、こういう条件っていうの見つけたら、なんか答えを導きたくなり出すわけよ。理屈っぽいからね。ただその理屈に知能が足りてなくて、じゃあなんでなのかわからないので放り投げてしまいました。というわけで、この番組は生放送ですので、リスナーの皆さんも、メールで参加してください。感想やリアクションメールお待ちしております。受付メール。どこやねん？ん？え？私、喉転んでますか？ほんと？あ、何？私、ねえ、台本がない！ねえ、なんで台本がなくなっちゃったの？ほら、また言った。それ見ろ、また言った。私、それ見ろって好き。クソつなぎしちゃった。それ見ろ、それ見ろ言ったことかって好き。それ見ろ。あ、あった。はい、ということで今夜のフィードバックは以上。受付メールアドレスはすべてアルファベットで、ふわアットマークオールアンドニッポンドットコム、ふわアットマークオールアンドニッポンドットコムです。懸命に A 面と書いていただけると助かっちゃうよ。それではここで一曲。テンバレーで Love My Car。 テンバレーと違う手間があるのが嫌なフワちゃんはラジオテレビ読みます。フワギャルネームマカオ。フワちゃん、ラジオ聞いてます。すごい好きです。握手してください。このパターンはどうですか？ちょっと待って、これどういう意味、これ何を申してるんですか？パンの採用。ああ、それの話してんの。最悪、なんで私ってするの分かんないの。最悪、ごめん、マカオ。なんですぐに理解できなかったんだろう。恥ずかしい。私も恥ずかしいし、マカオもでも恥ずかしがってる。かわいそう。でも全然いいです。私これ最高。おう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 
うん、大好きなの。でかい声出さないでほしいの。本当に。だからもうさっきのフワちゃん、誰が言ってんねんって話だけど。フワちゃんとか嫌なんだけど、これも最高です。あんた最高。真顔とずっと喋る。カフェ誘っちゃうかも。さすがに調子乗った。カフェは誘わない。ありがとうねって言って、もちろん握手しますよって言って、終わり。真顔大好き。いいよー。ちょっと歌わせて。この言い方めっちゃ好きやね。うーわ最悪っていう言い方好き。バカみたいで好き。だから私街とかでさ、コンビニとかでさ、うーわ最悪って言ってる人いたら見る。なんでかっていうと好きだから。クソコミュ力ねえな私。オールナイトニッポンゼロをお聞きの皆さん、こんばんは。火曜日のオールナイトニッポンゼロを担当するぺこぱのシュウペイこと成田修平です。松陰寺太夫こと松井優太です。よろしくお願いします。いや、フワちゃんはね、本当フワちゃんがブレイクする前にね、うん、僕会ってんだけどらしいね。あのね、なんかオーディション番組で、うん、なんか一緒になって初めて、うん、その時ね、なんか荒引き団かなんかだったかな。でみんな荒引きいろんなネタ持ってきたんだけど、うん、フワちゃんはね、あの格好の原型みたいな格好して、うん、ブラマルですね、ちっちゃいトランポリン持ってて、あー TBS があったかもね。そうで、なんかトランポリンをで飛び跳ねながら、うん、なんか言うみたいなこと言ってたんだけど、うん、なんかそれはめちゃめちゃ滑ったって言ってたのね、うん、今だってウケんじゃないかな。どっかで見たいよね、あのネタ。俺その印象がすごいあって、まさかこんな大スターになるとは思わなかったよね。そっか、うん、でもやっぱり一人で喋ってるってのはすごいよ、うん、やっぱ地形があるよね、フワちゃんは。エピソードもありそうだし、ね、本当にしっかりしてるフワちゃんは。まあ僕らもね、仲いいしね、同世代だし、今後ともよろしくお願いします。以上、ぺこぱでした。のフワちゃんのオールナイトニッポンゼロ、ありがとう、ありがとねー、ペッペペーペコパ。なんか斉藤さん混じっちゃったけど、ペコパです。ありがとねー。どうなの、ペコパ、みんな知らないかもしれないけど、結構古くの友達なんだよ。めっちゃ昔からの友達。ほんと今、それこそサッシーとかよりも昔からの友達で。荒削りっていう番組 NHK でやってた、本当にまだ全然日の目も浴びてない芸人が、なんかちょっと楽しいことやって、楽しいことというか、ちょっとそれの番組のバチェラーみたいな、その芸人がどんどん一組ずつ落ちていくみたいな番組があって、それに A マッソもペコパも出てたから、その時になんかタコパしたりした。金沢も意味わかんないけど、なんで荒削りの飲み会にさ、仲いいフワちゃんっていう後輩勝手に連れてってんだよって話だけど。でもそこで会ってみんな優しく迎えてくれたから、その時からの友達なんだよね。だから大好き。だから私、松陰寺の奥さんとかにも会ったことある。それで言ったらひょっこりはんの奥さんにも会ったことある。そうなの。ペコパ仲良し。だから今でもずっとちょっと特別な友達なんだ、ペコパは。かわいい、ペコパ。あ、泣いて。あ、ラジオお便り読んでいきたいと思います。ね、ラジオネーム、コールマン。フィードバックですが、トヨタ前でこうやらないことを引き換えに、レポ金になったはずです。トヨタやるなら、レポりますよ。わー、つらくさー忘れてた、さっき私、まゆこやったな。あ、まゆがせいらん、まゆがせいらん。水飲む。痛え、喉痛くした。喉痛くした、今。
お前が正論って言うところで喉痛くした。最悪。マジで水飲んでる、まあ怖くない。なぜだか。なんでだかね。でもしょうがないじゃん。喉痛かったからね。でも本当にやった。あの時違うだろ、違うだろうと文字数が違かったから、しれっとやりましたけど、ほんまにそうでした。ごめんなさい。レポりますよ。ほんと。これはちょっと、ダメだ。マジで、本当にギリギリ。ね、喉痛い。やらなきゃよかった。豊田真由子をやったことによって、レポもされるし、喉も痛くなるし、さ、いいとこなし。豊田真由子に、いいとこなし。最悪。もう一回水飲まして、だって喉痛いから。怖くない。怖くないなぁ。なんか、やけくそ。わかった。ちょっとヒントになるかもしれない。水飲んでる間は、なんかもう、やけくそみたいな気持ちになってる。だってしょうがないしなぁって気持ちで飲んでる。だってっていう。言い訳の気持ちがあるから、多分、あれだと思う。その、台本なくしちゃったわ。やばいやばい、みんなが聞いてるのにっていうのあるけど、水飲んでる時は、だってしょうがないじゃん。体調悪いんだからって。喉痛くしちゃったんだからっていう気持ち。そういうことでした。じゃあ続いて、ラジオ便り、アックスフォーム。一本やり姉さんは、まだ1ヶ月しかラジオやってないこのタイミングでリアクションを封じられましたが、大丈夫ですか？ノーレパートリー女のこれからが僕には見えますしーん。むかつ！あ、やばい、喉痛い！喉痛いかわいそう、私。ねえ、もうやめて。ほんと、喉痛くなるからさ。変なこと言ってこないで。むかつく。むかつく。一本やり姉さんなんて言ったら、叫ぶほかないのにさ。これで喉痛くなっちゃって。今、ほんと喉痛かったんだから。なんかほんとにさ、いったって思った。怖くないなぁ。なんかすっごく痛かった。マジで本当にさ、絶対もう二度とその名前で呼ばないで、一本やり姉さんなんてさ、ひどいよ。なんで一本、もうまた喉痛くなっちゃう。だって、もう一本やり姉さんって名前禁止、改名します。もう、一本やり姉さんって呼ばないで、これから私のこと。かわいこちゃん。ノーレパー、待って、一本やり姉さんだけじゃない。ノーレパートリー女とも書いてる。嘘でしょ？ちょっと。ねえ、なあ！痛い、喉痛いね。もう喉痛いから言わないでってね。変なこと言わないで。ねえ、変なこと言ってこないで、私に。金輪際。かわいそうだから。私、喉が痛くなっちゃってさ。かわいそうじゃん、ほんとに。うん、ほんとにかわいそう。私、なんかあと眠くなってきちゃったし。私ってかわいそう。4時にラジオなんて。私ってかわいそう。かわいそうだよね。4時に。そうだよ。でもよく考えてみたらさ、深夜4時にラジオしてるなんてさ、私もかわいそうだしさ、スタッフもかわいそうだしさ、深夜4時にわざわざリアタイしてるみんなもかわいそうだしさ、うちらってほんとかわいそう。うちら、何が楽しくてこんな時間にラジオやってるの？かわいそうじゃない？ねえ、なんか手当てもらおうよ、うちらで。団結してさ、この時間に起きてるみんなで団結して、うん、区役所に手当てもらいに行こう。だってかわいそうだもん。うちら、ほんとかわいそう。なんかお金ちょうだい。かわいそうだからさ。なんかお手当てください。喉も痛いし。医療費も3割欲しいし、お手当ても欲しい。さあ続いて、ラジオネーム、カイリー。別に言うほどのことじゃないんだけどさ、コーナーの曲がちょいちょい変わるの気象圏だけど、なんなん？違う、これは、いつもフワちゃんが、ラジオの時間入るのギリギリで、ちょっと来週コーナーの曲変えたいんだけどさ、今のやつキモいから変えたいんだけどさ、こっちにしたいんだけどっていうのを、やるんだけど、いつも入る時間がギリギリで、やばい、今日も間に合わなかった、もうちょっと次回やろう、もうとりあえずこれで流して微妙だったらやろうっていう、そんな、お試し放送を送るかのごとくにやってるから、変わっているだけであって、いずれ決定したらちゃんと決定するし、なんなら、それで言うと、もう本当に、この、もうやっぱこういう感じにはみんなに慣れてほしい。本当に。だってさ、深夜4時だぜ。それで言うと私さ、このさ、こう、フワちゃんのオールナイトニッポンゼロって言った後にさ、First Dimension Show! First Dimension Show! って言ってるけどさ、あの歌さ、いつも1週間だと忘れちゃう。みんなはどう？覚えてる？あの曲。実際どう？スタッフのみんなあの曲覚えてる人いる？覚えてない人を。
あ、覚えてんの意外とみんな。え、トゥ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 。え、じゃあ、フワちゃんのオールナイトニッポンゼロのテーマ曲といえばって、いきなり、あの、水曜日とかに道歩いてる時に言われて、てててて、バースダメージショーって歌える、うん、あ、歌える、あ、みんな歌えんの、あ、そうなの嘘、私歌えない。あ、そうなんだ。じゃあ、いっか。え、みんなはみんな言ってる、ラジオお便りのみんな。あ、でもラジオお便りもこんなで募集するのめんどくさいから、ツイッターのハッシュタグ歌って。あの、すで間違えた。ツイッターのハッシュタグで、あの、言って。歌えるか歌えないか。あの、マカオアンケート取ってよ。マカオ、マカオアンケート取ってください。わしあの、オープニングテーマ歌えるって。だから、みんなが歌えないって言うんだったら変えるし。でも、どうせ間に合わないんだろうな。来週も。なんか、みんな、え、マカオの、マカオ、じゃあちょっとあの、アンケート取っといて、マカオのツイッターにみんな集合ね。はい、アンケート取ってます。さあ、続いてのラジオネーム。ラジオネーム、ルッコラ。ドン。ドン。はい、ドンで止めました。だってさ、ラジオネームルッコラなんて変じゃん。深夜4時に起きてさ、ルッコラとか言っちゃってさ。何言ってんねん、本当にかわいそう、うちら。さあ、虫食べますって言って食う人にちゃんと突っ込むのはコミュ力じゃなくて優しさです。あなたは優しさが足りてません。残念ですが。確かにね、これ、優しさ足りてないよな、これだってさ、別にさ、ほんと、なんか悪いことしてるわけじゃないしさ、別にさ。そんなんで言ったらさ、私がなんかの、変なことやってる時に、井上桜だって笑ってくれたぜ。なのにさ、私はあの、笑わないな、まだしもさ、よそ見ってひどくない、よ、見てすらないんだから、最悪、私ってほんと最悪、なんだよ、私ってほんと最悪、こんなに吉岡里帆とかさ、佐藤しおりとかいいやついっぱいいる世の中でさ、私ってほんと最悪、なんでこんなに性格悪いの、なんでなんだろう。なーんか最悪だな、ほんと。だって、かわいそうだよ。虫食べるって言って、タガメ食べますなんて言ったらさ、どんなバカでもさ、ええー、って言えばいいっていうのだけわかるじゃん。別にさ、そんな食ったこと言わないでいいしさ、本当に心で思わなくて、いいなんてわかってる。ただ、ええー、って言えばいいだけなのに、それすら言えない。だから深夜4時の地獄に落ちたんだ。だからだ。だからこんな時間からラジオやって、かわいそうなことになってんだ。お前らスタッフもそうだぞ。みんなヘラヘラ笑ってるけど、お前らも、なんかしら悪いことを犯したから試合欲しいに飛ばされてるんだぞ。聞いてるお前らもそうだ。ラジオネームのお前らたちもそうだぞ。今、こうやってやってるけど、みんな、罪人なんだ、みんな悪人だ、みんな、全員悪人。この時間に、歌ったの、この時間に起きてるやつ全員悪人です。あんたたちもどうせ井上桜が虫食べた時何も言いません。おそっぽ向きます。ということで、ここで一曲。コニー・フランシスで、バケーション !VACATION! In the summer night! フワちゃんのオールナイトニッポンゼロのツイッターがマカオのやつ引用リツイートしてる。紹介していきたいと思います。あ、マカオのアンケートできてる、マカオのアンケート、フワちゃん歌えないに投稿しました。あ、半々だ。歌える 47%、 歌えない 53%。 アンケートこいつ1日で取ってる。投げ、もう締め切っていいよ。
こんなの別に明日以降全員覚えてないんだから、一日も残さなくていいって。マカオおめえは本当いいやつだな。街で会ったら握手してあげるからな。たく続いてラジオ頼り、いちごの妖精かわいこちゃん、ちょっと水飲みすぎじゃない？大丈夫？体内のレパートリー流れちゃうよ。あ、もともとないか。待って、喉痛くない、ムカつきの声の出し方を覚えたい。だからねーは痛いのよ。だからダメだ、全部喉痛い。もう怒るか、まだ痛い。ほんと私ってかわいそう。もうなんでこんなバカにされなきゃいけないの。喉痛めながらコツ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 、かわいそう。なんで痛い。怒るか、喉痛い、喉痛い。ああムカつく。なんかだからあれだ、そのひろゆきみたいに怒ればいい。こういうこと言ってると本当に自分に返ってくると、自業自得って言葉をやりましょう。喉痛くない。ボイちゃんのオールナイトニッポンゼロ。ラジオお便りゲリラコンブ。明日一限から授業あるのに、俺マジでかわいそう。なんかした？そうだよ。お前は人をバカにして、人の嫌なところを探し、全員に意地悪をして、親、母の日にメールをしなかったんだ。当然の報いだ。この時間に起きてるみんなは、全員悪人なんだから。さあ、続いて。こんなこんな言っておりますが、ここで番組からお知らせです。みんな喉痛いけど大きい声ですから聞いてー。せーの、コラボコーナーがスタートするよー。喉痛い。さあ、ようやくオールナイトニッポンらしくなってきましたよ。待ちわびておりましたスポンサー様コーナーでございます。ね、クロス時代はもう本当にどうしようもない番組でしたが、もうすっかり一人前のラジオです。もうね、すっかりスポンサーさんありがとうございます。あ、やべや、スポンサーさんいるのにお菓子食べてる。あ、でも大丈夫、これスポンサーさんからもらったお菓子だからな、大丈夫、むしろ大丈夫。甘栗剥いちゃいました。大好き、私甘栗剥いちゃいました。別にスポンサーうんぬんじゃなくて食べてる、美味しい。怒るかな。どっち、自分の商品食べてくれて嬉しいっていうのと、でもラジオ中に食べないでほしいっていうので、ね、せめぎ合ってクラシエもかわいそうなことになってる。あ、先に言っちゃった、先に言っちゃった。ということで、今回コラボするのは、こちらの企業です。せーの、クラシエさん。驚いた？驚いてないよね、先に言っちゃったんだもん。甘栗もいちゃいましたの流れで先に言っちゃった。ほんと、最悪ですね。クラシエさん怒ってるかな。でも自分の企業のやつ食べてもらって嬉しいかな。かわいいね。じゃあ今週からなんと3週間、そんなかわいいクラシエさんとタイアップしたコーナーをお届けすることになりました。クラシエさんはシャンプーとかボディーソープなどの日用品、そして漢方やお菓子、アイスなどの食料品など、暮らしを支える商品を展開する企業なんだって。みんなもお世話になったよね。イチカミとかも私使ってるし、あんまぐれ剥いちゃいましたも食べてるし、なんかいろんなかわいいね、グミとかもあったんだけど、さっき見たの中でかわいいやつがあった。自分でグミを作れる商品があって、それの名前見たら、グミ釣れたって感じ。かわいい。どんな名前やねん。あ、クラシエさんにも言っちゃった。ああ、まあね、そんな、クラシエさんの、なんかね、スローガンが、夢中になれる明日っていうことで、ね、クラシエさんは夢中な人を応援してるんだって。だからそんなコーナーやってもらいたいみたいな感じで、打算されたんですけども、ちょっと待ってって、待って。みんな気づいた？この夢中になれるみんなを応援したいっていう、これにうってつけのコーナーもうすでにあるんだけど。ということで、今週からこんなコーナーをお届けします。フワちゃんのフィードバックフィードバック、 B 面フィーチャリングクラシエ。さあ、あなたの今までの人生で何かに夢中になりすぎて、今思えばなんであんなことしちゃったんだろう、どうすればよかったんだろうという自分へのフィードバックを報告してもらい、それに対してフワちゃんがフィードバックをするというコーナーとなっております。早い話が人生相談ですが、フィードバックフィードバック、 B 面の方にだけなぜかスポンサーがついて、こちらでフィーチャリングすることになりました。スポンサーさんがついてこんなにコーナーが変わらないことってあるの？あるみたいです。ということで、B 面はテルマ、クラシエはショルジャ。
そばにいるね。そんなフィーチャリングでお届けしてまいりたいと思います。さあ、フィードバック言うておりますけども、今週のメールを早速紹介していきましょう。フィーチャリング甘栗噛んだは、親家のネーム丸い悪魔。私は自分の言動について家に帰った後、一人反省会を頻繁に開催してしまうネクラなタイプです。ネクラな性格を直したいと思い、困ったらインナーアンミカさんに相談しているとおっしゃっていたフワちゃんを見習い、ギャルのマインドを取り入れるためにインナーフワちゃんを取り入れていましたが、あーんと頻繁に言ってしまうようになり、彼氏からバカっぽいし軸がないと言われてしまいました。どうしたら本当のギャルのマインドを取り入れることができますか、もしくはネクラな性格をどうしたら直すことができますか、というお便りでーす。さあ、ちょっとね、クラシエさんも聞いているということで、バシッとこれは解決していきたいと思いますが、ちょっとね、インナーフワちゃんを取り入れてるっていうふうに、言ってるけど、これ、フワちゃんのね、こういうのって、私が言いたいのは、アンミカさんのマインドだったりで考え方、アンミカさんの人生観だったりを取り入れるっていうことで、この、フワちゃんのね、口癖であるね、しかもフワちゃんが何も思いついてない時に、つなぎで言うただの口癖の、あーを言っても、ただのフワちゃんのモノマネでしかないのよ。あんたそれじゃ同じ、みかんとやってること同じ。フワちゃんのモノマネ、みかんかガリットチュースとやってること同じ。そういうことじゃないんだって。フワちゃんって、なんか例えばその、反省会してる時とかずっとなんかうじうじ引きずっちゃったなみたいな時に、あれフワちゃんだったらこういう時どうしてるっけ、あ、フワちゃんって切り替え早いって言ってたな、じゃあここちょっと切り替えてみるかみたいな感じで、そういうなんかそのマインドの部分を真似してみるっていうことが、ちょっとやってほしい、なんかなんだろうな、心に誰々を住まわすみたいなのって、こいつだったらこういうこと今こう言われた時こうやって言い返して心立て直すんだろうなって、そういうことが多分言いたいことだと思うから、そこのフワちゃんのもっとね、中身の部分に注目して見てみてほしいなとも思いつつ、どうしたら本当のギャルのマインド取り入れることができますかっていうのだけど、なんだろうな、フワちゃんもね、別にね、なんかキャラクター的にギャルって言い張ってはいるんだけど、実際ギャルというよりかは、なんだろうな、なんかポジティブなキャラクターに見えるけど、それもね、なんか、根っからのポジティブっていうより、単純に切り替えが早いと、のと、あとすごいなんか効率中なだけだと思うのね、私って。なんかその、結構悩まないタイプだと思うんだけど、それって別に、性格が明るくて悩まないとかそういうわけじゃなくて、単純になんか悩んでる時間、なんだろうな、悩んでる時間を割と私は損得感情で見て損だと思っちゃうタイプなのよ。悩んでもいいんだけど、悩んで答えが出ない時間をすごいストレスに感じるタイプで。だからその、パパって解決して、じゃあどうすればいいか、次どういうふうに動いたらいいかっていうのを、パパパーンって決めたいタイプだから、割とその、なんだろうな、私は別にポジティブっていうか、切り替えが早いし、なんかそういう効率タイプだなっていう感じだなっていう感じ。だからフワちゃんみたいなマインドになりたいとしたら、そういうちょっと効率的に何かを考えてみるとか、今この時間生産性あるのかどうかで考えてみるみたいなことをやってみるとちょっといいかなと思いつつも、でも最近もその私もなんか、私って結構生産性ないこと嫌いなんだとか、こういう効率にこだわるタイプなんだって自分で分かったらなんかどんどん加速してきちゃって、もう最近マジで私ひろゆきみたいになっちゃってんのね。もうマジで超ひろゆき、なんかそれって意味あるのかな、その時間、それやってんのなんか関係あるとか、そういうことばっか言うようになっちゃって、もう本当に最近なんかギャル通り越してひろゆきみたいになっちゃってるので、もう丸い悪魔ちゃんもその辺でやめといた方がいいと思います。あんまりインナーフワちゃん入れすぎると最終的にひろゆきを済ますことになるので、気をつけてください。というわけで、そんな丸い悪魔ちゃんにはこんな曲をお送りします。ウルフルズでエーネンネクラだってエーネン、クロシエさんの甘栗ラジオ中に食べよってエーネン、わーかましちゃったね。私もやります。反省会というか、パッて思い出してタクシーの中とかでさ、結構さ、うわ昨日あれ言わなきゃよかったとか思い出して、普通になんかうわー声出ちゃったりみたいなこと普通に、私も全然あるんだけど、でも普通タクシー乗ってる時にさ、あーとかやべえ声出たって思うから、もうそこは本当にうーんとか言ってごまかしたりっていう、そういうなんかみんなが常人がやってるあるある、フワちゃんでもやってんねんでってことが分かったらちょっと励ましになるんじゃないかなっていう、これあれね、吉岡里帆がダイエットしてるっていうのに励まされたのと同じく、フワちゃんでもこういうのやってるねんでっていう、いうタイプの寄り添うタイプの励ましです。よかったねー、ええー、ねー
よくレオが私にしてくれたこと私も人にできて嬉しい。本当にハッピー。こんなに性格良くなって嬉しいです。いや、でも引き続きこんな感じのメールをみんなから募集しております。待ってね、台本がない。なんでトゥルーマンも台本ないんだ。トゥルーマンも台本ないんだ。どこに行っちゃったの台本は。どこに台本行っちゃったの。ええー、ねん、クラシーさんが手続いてるのに台本なくなっちゃった。どれ、こ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 れか。台本見つけました。てれーん。ありがとね。ええー、ねん、クラシーさん、あ、言ってない、まだまだ。やべやべ。引き続きフィードバックメールを募集します。受け付けメールは全てアルファベットでワーッとマークオレンジニッポン .com ワーッとマークオレンジニッポン .com です。件名には B 面と書いて送ってみてくださいね。みんなからのお便り募集しております。それでは本日のフワップからのフィードバックは以上です。やべ、あと今日何も食べないって言ったのに間違えて甘栗食べちゃった。待って、カロリー見る。65キロカロリーやったらええかー。フルフルスもええねんって言ってくれてる。65キロカロリーなんてほぼ0キロカロリーやもんな。クラシーさんありがとう。甘くていっぱい送ってください。もういただいてますが、ありがとうございます。ありがとうございます。フワちゃんのオールナイトニッポンゼロ。エンディングです。ここまで聞いてくれた皆さんありがとうございました。今夜放送されたこの番組はラジコのタイムフリー機能で聞くことができるほか、 Spotify のポッドキャストでもこの番組のアーカイブを無料でいつでも聞くことができます。 Spotify のアプリをダウンロードしてチェックしてみてね。そして日本放送ではこの後4時半から上柳まさひとこの合わせぼらけをお届けしちゃうんだって。かわいいおじさん、おじさんがフワちゃんのフィードバックしてくれるから、そちらも合わせて お聞きください。ということで、ラジオお便りステージ 3B、日本調子姉さんへ。そうやってわがまま言いたい放題、大声出し放題、もうそう長くやらないので今のうち付き合って逃げればいい。え、これで何、何か模してる、何か模してる。え、これで何、これでどういう、待って、もうごめん、なんかせっかく多分なんで、え、これで待って、どういう風にこれ何か模してる。あ、日本調子姉さん、あ、一本やりとか、一本調子姉さん、そうやって、わがまま、あ、別にラップとかってわけじゃないか。あ、もう最悪、裏読んじゃった。でも最悪な、ちょっとさ、2年もラジオやってんのに、リスナーのメールの意図が読めないです。困ってる。最悪。これやばいって、どうすればいいんですか？もうごめんね、今送ってくれた、ラジオネームステージ 3B さんには、心から お謝罪したいと思います。続いて、ラブグッド。生産性ないことはやらない？勝手にお前が食べたマイクあって喉痛くなったさっきの時間はどう説明すんだよ。生産性、雑穀さ人間じゃん。あ、ちょうど喉痛くないレベルのやつ見つけた。あ、お前残念だったな。言って、騒い、わめいて騒いでやるぞ。ここが痛くないところです。ラジオネーム、ガバメント。水飲むときは間が怖くない？違います。あなたは間が怖くないだけじゃないんです。あなたはミセス、実力不足なだけです。空見ろ、ここあったら喉が痛くないラインだから、もう言いたい放題わめいてやるからな。4時のこの時間にわめいたらアドレナリンが出てこの後眠れないことになること知ってるけど、フワちゃんは最後までわめいてやるからな。Thank you.